それでは感謝質問に入ります。元知事の方ですが、今回の豪雨災害の関係で被災者に対して避難の理由であったりだとかきっかけであったり、そういったどういう実態だったのかという調査を行うという意向を示していらっしゃったと思うんですけれども、いつ頃どのような形でという、なんとなくのそのスケジュール感を含めて今のところどう考えていらっしゃいますでしょうか。はい、ご承知のようにですね、本件、平成26年の8.20 防災被害、福島土砂災害を踏まえて、平成27年度からですね、みんなで減災県民そぶめ運動を展開してきました。その中で、全ての県民が災害から命を守るために必要な情報を知る、あるいは学ぶというようなですね、察知するとかということを進めてきたんですが、これまで特にやはりその最初の段階である知るというところに集中的に取り組んできて、来たところであります。そういう中でですね、今回災害が発生をして、で非常に多くの方々が命を失ってしまうというこの被害になったわけでありまして、これは非常に大きな結果というのは重要に深刻に受け止めています。で、それがですね、災害に発生した災害に直面した場合にですね、適切な避難行動を実践していただくための取り組みというのは、これは行動するというのが県民そぶるみ運動などにもあるわけですけれども、この部分が必ずしも十分ではなかったというふうに認識をしています。でみんなで減災県民そぶるみ運動、これからも一層推進をしていかなければならないと思っていますけれども、全ての人が全ての人にですね、確実に命を守る行動を取っていただけるようにしていかなければならない。そのためにあらゆる事件を総動員して対策を講じていく必要があるのではないかと考えているところです。でそのために今回の災害を通じて実際に早めの避難の判断をされた方、逆に避難行動を取らなかった方、取れなかったっていう方もいらっしゃると思います。そういった方々のそれぞれの理由であるとか、あるいは各市長が避難勧告、あるいは避難指示を出していますけれども、それが行動にどういうふうに影響したのかといったようなことについて、詳細な聞き取り調査などを行いまして、でそれを防災であるとか、あるいは行動科学などの有識者を交えて、検討してですね、今回の災害に際して県民の皆様の意思決定と、それから避難行動に影響を与えた要素、どういうものがあるのかというのをまず抽出としていく必要があろうと思っています。そしてどういった要素が早めの行動に有効につながっていくのかというようなことを検討していくということになると思います。で最終的にはですね、その判断、この意思決定、避難するという意思決定に持っていくためにどういうその構造というか、意思決定の判断の構造を作っていくのかというようなことを、いわばパラダイムシフトのようなことをですね、やっていかないと、なかなかこの避難というところにつながっていかないんじゃないかというふうに考えているところでありまして、そういったことを検討していきたいというところですね。で調査内容について、これはかなり複雑になりますし、専門的にもなるというふうに思っていますので、今、学識経験者の方々と調整を行っているところです。で、それを踏まえて調査内容の詳細だとか、あるいはそれに必要な期間だとか、何人ぐらいを対象にする必要があるのかと、サンプルとしてどれぐらいの大きさが必要なのかというようなことも決まってきますので、それを踏まえたスケジュール作りというところになろうかと思っています。この件に関してです。この件に関して質問がある者をお願いいたします。NHK 辻です。調査内容は今後
専門家のご判断を、仰ぎながらとですが、まあ、とは言いつつまた次災害いつ来るかわからないと思うんですけど、まあ、知事の中ではいつぐらいまでには調査に取り掛かって、まあ、最悪でもいつぐらいには、その結果分析結果出して、まあ、新たなその方策に結びつけていくことかと思うんですが、まあ、知事のお考えの中にある、まあ、スケジュール感としてはいつまでには少なくともというあたりをちょっとお示しいただければと思います。次のそれこそ台風シーズンまでというのがむしろ望ましいんですけど、もうすぐ今週もやってきますし、まあ、来年の出水期っていうところもあると思うんですけども、大事なことはですね、これまでいろいろ言われてきたことが、あまり有効に機能してないという現実があると認識をしています。それを根本から変えていく必要があるということを考えると、これはかなり詳細な調査と検討が必要なんじゃないかなというふうに思ってまして、できるだけ早くやりたいと思ってますけれども、それはもちろん重要ながら、今度はきちんとですね、本当にその行動が変わっていくためには何が必要で何ができるのかということを考えていく必要があるので、ちょっと現段階ではですね、そのスケジュールがいつというのがなかなか言いにくいなというところが現状です。朝日新聞の北村です。今回も、その調査研修についてはこれまでもずっとおっしゃったことと思いますけれども、探検でそういったことを進めていくのか、もしくは、まあ、この間、1回のほうに確か国の方にも働いたという話をされたと思うんですけども、そのあたり、他の自治体もしくは国と連携についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。国とは今も相談をしながら進めてまして、まあ、どういう形で連携していくのがいいのかということはまだ固まってませんけれども、いずれにしても情報交換あるいは連携をしながら進めていきたいというふうに考えているところです。今のに絡んでなんですけれども、国土交通省の方で避難のあり方というか実態を調査するという検討会がすでに立ち上がっているのと、県の方で立ち上げて有識者 の検討会の中でも一部そういったのに関連するというか警戒区域 の関係の、避難の関係を考える検討会があると思うんですが、そういったところとの関連というのはお願いいたします。そうですね、どうしても、まあ、広島市もそういうことを考えたいというような話もあるので、どうしてもこうちょっとダブるところはあると思うんですけれども、まあ、そこは情報交換をしながらですね、進めたいということと、まあ、そこは若干ですね、かぶっても仕方ないのかなというふうに、まあ、現時点では思っています。その中で例えばそれぞれのデータを相互に融通して使えるようなことがあれば、まあ、できるだけそういうことはやりたいなと。